世界で一番お姫様そういう扱い心得てよね。その位いつもと違う髪型に気がつくこと、その2ちゃんと靴まで見ること、いいね。その3私の一言にはいつの言葉で返事すること、わかったら右手がお留守なの、なんとかして別にわかままなんて言ってないんだから、君に心から思って欲しいんだ、可愛いって世界で一番お姫様気がついてねえねえ、待たせるなんて論外よ、私を誰だと思ってるの、もうなんだか甘いものが食べたい、今すぐによ欠点、可愛いの間違いでしょ、文句は許しませんの、あのね私の話ちゃんと聞いてる、ちょっとあそれとね、白いお馬さん決まってるでしょ、迎えに来て、わかったら腰拭いて手を取ってお姫様って、別にわがままなんて言ってないんだから、でもね少しくらいしかあってくれたっていいのか、世界で私だけの王子様近づいてほらほらお手手が空いてます、無口で不愛想な王子様、もうどうして気がついてよ、早く絶対君は分かってない、分かってないわ、チコの乗ったショートケーキ、こだわり卵のとろけるプリン、みんなみんな我慢します、わがままな子だと思わないで、私だってやればできるもん、あとで後悔するわよ、当然です、だって私は世界で一番お姫様ちゃんと見ててよね、どこかに行っちゃうよ、不意に抱きしめられた急にそんな絵惹かれ、危ないよそう言ってそっと抜く君、落ちるのが危ないわよ、ヘイヘイヘイ、thank you.